残る選手はあと2人です。11番カラン・プレストンさん、カナダ。オリジナルプログラム第4位、カナダの20歳の学生カレン・プレストン。ダブルトーループです。トリプルフリップ、よく持ちこたえましたね。ルッツは5つのトリプルジャンプを予定していると話していたプレストン。トーループです。今年のスケートカナダ第3位、カナダのカレン・プレストン。トリプルジャンプを五十嵐さん、はい、いくつかこう散りばめて、なかなか考えた構成かなと思いましたが、いかがでしたか。
でしょうか。そうですね、トリプルアクセルこそなかったんですけれども、各種トリプルが入りましてですね、バランスの非常にいい、プログラムだったと思いますね。これは今のはトリプルサルコですね、からダブルトーループ、ただですね、今女子のですね、そのジャンプのですね、標準というのが、伊藤みどり選手のジャンプが大体世界的に標準になってきているというところでですね、なるほど、確かに飛んではいるんですけれども、ちょっとやはり点が伸び悩むところはその辺だと思いますね。確かに伊藤さんのジャンプに比べますと、それほど高さというものは感じられませんが、一生懸命降りているというところですね。頑張って降りてますし、それに比較的正確ですね。アーティスティックインプレッション 5.7 トム・ハイエンコーチと、頑張ってきました。そしてアーティスティックも出まして、現在の順位が出ました。伊藤みどりが1位、第2位がフランス・ボナリ、第3位がプレストン。このカナダのプレストンが第3位にこの時点で入っております。そして八木沼が第4位、ボロビエは6位。